すごいね。俺に初めて出会った時からその覇気があってくれりゃこんなことにはならなかっただろうに。もう時計の針は戻らないんですよ。後悔しても始まらない。ああ来いよ。くぞー秋山すぎます。秋山さんの店であの金を見た時チャンスだと思ったんです。冴島さん俺に言ったじゃないですか、極道のチャンスは一度きりだって。俺は今感じるんです。
今がまさにその瞬間だってことを。そうか、ほなら俺がちゃんとお前の思い受け止めたるわ。しっかりお願いしますよ。ああ、手加減なし。死ぬかもしれへんけど文句言うんじゃないで。エラ。はい。ほいや、起動。うわあ。登場界というダイモンの重さ、きっちり体で教えてやるぜ。行くぞ、キルヤ。
だ。どうした？まだまだ。いや。それじゃあ、現場操作の時の感覚。数十年ぶりに味わってもらいましょうか。やれ、こいつは早く殺せ。副総監、いや、宗形清志郎、お前の野望はここで終わりだ。確保しろ。
だらけだ。バカな。Whoa!